レナート・ダルベッコは、イタリア出身のウイルス学者。アメリカ・イギリスなどで活動しているため、英語風に、リナート・ダルベッコと呼ばれることも多い。主要ウイルスの研究により、1975年度、ノーベル生理学・医学賞を受賞した、カラブリア州カタンザール生まれ、鳥の大学で、ジュゼッペ・レービに医学を学び、研究生活に入る。ここで、 サルバドール・ルリアとリータ・レイビモンタル・チーニに愛信号を結んだ。1940年、第二次世界大戦が勃発すると軍医として召集されて、フランス・ロシアの前線に派遣され、負傷した。ファシスト政権崩壊後は、レジスタンス運動に参加した。戦後研究を再開したが、間もなくレイビモンタル・チーニと共に、アメリカへ渡り、ルリアと共に、インディアナ大学で、 バクテリオファージの研究を始めた。1949年にカリフォルニア工科大学に移ってマックス・デルブリュックのグループに加わった。さらに、ここで動物ウイルス、特に主要ウイルスの研究を始めた。1952年には培養細胞を用いた動物ウイルスのプラーク定量法を導入した。1950年代後半にはハワード・テミンが学生となる。 1962年には、ソーク研究所に移り、ここでは、デビット・ボルティモアやトネガワススムを指導している。1972年には、イギリス王立岩研究所に移る。1975年に、テミン・ボルティモアと共に、ノーベル賞を受賞。1986年には、他の研究者と共に人ゲノムプロジェクトの立ち上げに、加わった。 1993年にはイタリアに帰り CNR 生物医学研究所所長を務めた。ドゥルベッコのグループは主要ウイルスと呼ばれるウイルスが正常細胞に感染するとウイルス由来の遺伝子が細胞のゲノムに取り込まれこれが形質転換の原因になることを明らかにした。主要ウイルスは人間の一部の癌の原因ともなる。また一部の主要ウイルスでは 遺伝子の取り込みの第一段階は逆転者構造によることがテミント・ボルティモアによって明らかにされた。これが彼ら3人のノーベル賞受賞理由となっている。さらにレトロウイルスの持つ遺伝子によく似たガン遺伝子は正常細胞にもあり、これが一般の発がんにも関係することが後に明らかにされた。このようにドゥルビッコの発見は、 その後の癌に関する研究すべての基礎となっている。ポールバーグ、リーランドハートウェルもダルビッコ研究室に長期滞在している。2012年2月19日、カリフォルニア州サンディエゴ市ラホヤ地区の自宅で死去。97歳没。ありがとうございます。